はい、今回はナショナルチームの、研究会から芝野虎丸名人対関航太郎天元の碁を見ていきたいと思います。はい、芝野さんの黒番です。まあ、研究会なんでね、結構、まあ、試す点もね、多いんじゃないかなと思います。はい。うん、ここで飛びですね。うん、こういう手はなかなか、うん、気づかないですけど。うん。そうですね、こういうことなんですね。まあ、もしこちら受けたらそれから押さえようっていうことなんですね。うん、まあ先を押さえちゃうと押されちゃってっていうことでしょうかね。うん、まあ、先に飛んでから押さえようっていうことで、うん、はい、これで激化して一応ここ跳ねかければ隅はこう残りですね。うん、なんとなく勢いは黒が、うん、いいかなと思います。そうですね、先にこちら打っても結構ね、この白も危なそうに見えるんですけど、うん、まあここのツケはここを打ちながらこちらのね白を睨んでますね。うん、あ、コウにね、うん、あ、黒もコウ材がないのでつないで、うん、白は先に稼いでしのぎ勝負ですね。うん、でも相当どちらも危ないのでね、結構白苦しいような気もします。うん、まあ、黒はこれだけ取れても結構十分なような気もします。結構取られてしまいましたかね、これは。はい、ということで、そうですね、ちょっとなかなかこれ白生きることができませんね。やっぱりちょっとしのぎ勝負にしたんですけど、うん、こちらの試合もあるんでね、なかなか厳しかったんじゃないかなと思いました。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。